久しぶりに弟に会ったんです。ヨシやって言うんですけど、歳が一回り以上も離れていて、なんて言うのかな、弟というよりは子供みたいな感じで、両親が共働きだったので、私が代わりに面倒を見ていて、そのせいか、母親以上に私に甘えるようになっちゃって、結婚するときなんて一切口も聞いてくれなくて、これで将来大丈夫かなって不安でした。 でも子供みたいに甘えていたあの子が最近一人暮らしを始めてようやく大人になったのねと嬉しく思ってましたなのによっちゃんタオル置いとくから着替えはだんな。の クリスタあの子裸でなんで大きくなってたのあんなにあの子があんなふうになっていたなんてよしやくん <laughs> はじめまして桃花ですよしよし印象よしうんいいね じゃあ早速行こうちょっ桃さん今日はここに部屋取ってるのだからね桃かさんダメですよ気役にあら真面目ねでも私面倒なの嫌いなのよねあなたは支援私は癒し互いにマッチしたわけだし癒しはあなたに抱かれること 軽はずみにしないし、ここは身元しっかりしてるしね。本気になるからダメですよ。それって、不倫違う違う。アイドル追っかけたり、チケット買ったりとか、<あ>それと一緒よ。ただ、直接相手とやりとりして、時間を独り占めできるってところがね。推しの子に直接支援できていいわよ。ああ、そんなものなのね。不倫とか恋愛感情じゃない。 彼らも真剣だし純粋な応援って感じかな紹介してあげるから試しに登録だけしてみなさいよ女性は無料だから <laughs> 投資だから回収はわからないけど本気にさえならなきゃ楽しめるわよ お帰りなさい。疲れたでしょ食事とか。夕食は済ませたよ。君も慣れないことしないで。怪我したら大変だよ。あ、はい。気をつけます。渡したカード、好きに使っていいからさ。ありがとう。そうします。君がいてくれるだけで僕は嬉しいんだ。<laughs> じゃあ明日早いから、今日は寝るよ。おやすみなさい。 ただいまシャワーでも浴びてきたらへえお姉ちゃんも普通に料理できるんだ<あ>ちょっとよしや何かしらそれ小さい頃毎日ご飯作ってあげてたのは誰だったかしらえいやいやほら味は特殊な<あ>じゃあご飯いらないのねうんごごめん シャワー浴びるよもう体だけ大きくなって中身は変わらないじゃない、はあ,あええまたみんなでお茶でもええ誰からああ津田川灯花さんってお友達うん最近奥さんたちと集まっててね へ近所付き合いしてるんだねそうなのよ断るのもなんだし年齢も近かったから良かったけどねえなんだか大変そうだねあまりそういうことしてこなかったからさノリが分からなくてあらまた出かけるの買い物に行こうかと思ったのにごめん今日はちょっと大事な約束があって 明日ならら大丈夫だからうん分かったそれじゃあ明日付き合ってもらうからねいってらっしゃい普通にできてたよね変に思われたくないしあの時のことは事故だし よしやくんどどうするこれから歩きましょうか <laughs> どどこまで行くのそろそろさ行かないもう少しつけてるんですよね <laughs> じゃあまた連絡するね それじゃ待ってる <laughs> あ先生だあれまだ時間早いんじゃない京子ちゃんこんにちはうん少し早く着いちゃってね時間潰そうかとほんとじゃあうちで時間潰せばいいよママもいるしラッキーそうかいじゃあお邪魔させてもらおうかな あ、予習でもしようか。ええー、もっと楽しい話したい。お帰りなさい。あら、先生も。ただいま。先生とそこで会ってね。早いけど来てもらっちゃった。すみません、早めに。いいえ、ゆっくりしてください。先生にはいつも、京子がお世話になってますし。じゃあ、ちょっと荷物置いてくる。 先生、上がってください。お茶でも入れますから。